はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、ファスティングにご興味があるあなたにファスティングに関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日もですね、いただいた質問に対してお答えさせていただければと思います。はい、私はガリガリなんですがファスティングできますかっていうようなご質問をいただきましたので、お答えさせていただければと思います。はい、まあ、私のですね、この動画をご覧になっていただいている方はですね、まあ、健康意識がやっぱり高い方がですね、すごく多いです。なので、もともと食事だったり、運動だったり健康に気をつけられていて、そんなにこう太られていない方、ただやっぱりファスティングにこう興味があるからやってみたいけど、これ以上痩せるのは嫌だなっていうふうにですね、思っている方からのですね、ご質問ですね。これ結構いただく質問ですから、動画でお答えさせていただければと思います。はい、でまずお答えからお伝えさせていただくと、心配ないですよっていうようなことです。はい、何を隠そう、私も痩せ方です。はい、体脂肪率もですね、大体体重は55、6キロ、多いと7キロくらいですかね。はい、で体脂肪率も多くて 9% とか、ちょっと低くて 8% とかっていう形です。はい、でファスティングをするとですね、確かに一時的に痩せます。はい、大体5日間やると 4,5 キロ痩せます。で体脂肪率もそうですね、 6% か 5% 台まで下がります。で脂肪をですね、燃やして、脂肪の中に悪いものが入ってるわけですから、それをですね、一緒に出しちゃうんですね。で出してしまって、その後ですね、食事を戻せば必要な脂質は体にまた蓄えられますから、体はバカじゃないですから、必要なものはちゃんと蓄えますから、体重もですね、戻るっていうような形になります。なので、痩せられてる方は一時的に痩せたとしても、ちゃんと体重戻りますから、心配されないでください。で、太っている方がファスティングすると、必要なもないものが燃えるわけですから、その分、キープすればいいだけの話ですよね。はい、なので、ガリガリな方もですね、私もやっぱ痩せ型ですから、体のオイル交換だと思ってやっていただくといいと思います。はい、脂肪を燃やして、また綺麗な汚い脂肪を流して、汚い脂質を流して、綺麗な脂質を入れて、体を綺麗に、リセットするっていうような形ですよね。はい、そのオイル交換だけではなくって、宿便を出すことによって腸内環境のこうリセットだったりとか、胃の大きさをリセットしたりとか、味覚をリセットしたりとか、はい、することによって体のリセットにもなりますよね。なので、定期的な体の大掃除っていう風に考えていただくといいかなという風に思います。腸内環境を整うと肌もやっぱり綺麗になりますからね、すごく美容にも効果的なのかなという風に思います。はい、なので、ガリガリな方もですね、ファスティングしていただいて全然大丈夫です。はい、私も痩せている方ですから。はい、といったところですね、ガリガリな方がファスティングをしても一時的に体重は減りますけども、ちゃんと食事戻せば戻しますっていうお話をさせていただきました。もしご質問とあれば、下にホームページのリンク貼っておきますので、ご質問ください。またですね、今後も、ファスティングに関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、ではですね、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。